続ける。東京、愛知、岩手、青森、北海道、人生の旅を、生まれ変わりの旅を、旅を続ける。何もかわからない私たちと、私の恋人は一人目の僕、クロマニオン人が洞窟に閉じこもって書いた空想の産物でした。そして二人目の僕、ハインリヒ・ケプラーに受け継がれ、マインド性よりも増して確かな存在になったのです。根性で会えるかどうかは別として、私の恋人は私の恋人なんです。タマ、タマじゃないか。お前、ユウスケの夢を食べてたのか。ある日気がつくと、背中に羽が生えていた。驚いて羽をつかもうとしたら、そのまま空に舞い上がり、いつか見た夢のように、どこまでも高く飛び、時や。なんで来ねえんだよ。なんで持って来ねえんだよ。時代が進むほどに人間存在が自由で平等になっているように見えて、本当は根本的な生きづらさや才の溝を深めているだけなのではないか。私たちの活動はそれらの不快な真実を暴くだけ暴いておいて、善良な人々を途方に暮れさせる。強者が世界を上積みの方から支配しようとする圧力は、今では国境を越えて浮遊し始めている。弱者はいずれもっと低い場所に押し込められ、淀みはより凝縮していくだろう。貧民はこの先にもより厳しいルールを押し付けられ、踏みつぶされるのだ。自由競争を根幹に据える現代のルールでは、社会が発展するのに有益なものが優先される。僕は先生から彼女を奪いたい。そばにいるのにいない、息の香りするのに見えない。ああ、ああ、私の恋人。世界中の争いを憂い涙を流している、私の胸にも同じ悲しみがある。いつか飛んでくるブルーカナリア、この指に止まり、愛の言葉を伝えてくれる。おいと、高橋は広島長崎で死ぬつもりかもしれないが、お前の恋人がそれを許さないだろう。僕の恋人が？ああ。高橋先生は僕の恋人と一緒なんですか？そうだよ。お前が歌舞伎町で待ち合わせたはずのキャロライン・ホプキンスは、1945年の満州でアヘンに溺れて、高橋の助けが必要なんだよ。ああ、またすれ違ったのか。恋って何？愛とは私の恋人への思いを断ち切ることが必要なんだ。その憧れを消すためにここに来た。